はい、皆さんこんにちは。はい、困った時の神様でございます。今回ね、これね、困った時と時のチャンネルがね、非常に幸せが深いとね、話したいこともいっぱいあるっていうので、次は困った時っていうのは、僕らこれからね、夏の参院選に向かっても今の政治体系ね、なんで自民党はこんなに人気があったか、時のチャンネルでやりたいのかなとかね、それで何の人がまたまた募集を掘ってるかっていうのを含めた上で、野党共闘とかそういうのに死んだというよく痛いです、ね、はい。ということで、まあ、今回ちょっとみっちゃんにもね、この話は民主党の話大好きだから、うん、まあね、こんなにもうバカだな、そんなことないと、うん、だからそれも踏まえてね、日本の将来、アメリカとの関係、選挙のこともアメリカは今度はトランプさん頑張っちゃってね、もうどうしようかと思っちゃうことですね、はい、やる気満々です。ということで、今回初めて初めましたブッシュ、いたでしょう、はい、ということで、みっちゃんとトランプさんね、はい、それでは困った時の110番咳しちゃった、うん、ですね、国会ずっと僕2月から見てて、3月向けてもずっとねやってる限り見るんですよ、予算委員会とか、うん、でさすがに面白いなと思ったのが麻生さんの発言と答弁で、すごいね、要するに相田議員っていうのがいて、ね、民主党が何か言ったら「そうだ!」まさかとかさ、そういうヤジがあるんだよね。でくだらないヤジに対してみんな真摯に普通に受け止めてやってんだよね。で真面目にやってたりおとなしくやってたり、安倍さんなんかは熱くなってさやっちゃったりするんだね、うん、あれは素敵なんだけど、うん、麻生さんの茶化し方が面白くて、あ、うん、それで麻生さんは変なこと言ったさ突っ込んでくる、何言ってんだお前はとその場で、うん、そこあたりがやっぱ大物だなと思って、やっぱあの人総理よりも今の副総理の方がうんとすごい迫力があっていいなと思ったね、うん、あとなんかさ、あなたが同じことを何回も聞くからゆっくりもう一度分かりやすくお話しします、早くしてくださいって言うと、そうだな、あなたが何度もああ言ったことかさ、最高に面白いな、あの70歳代は、うん、やり取りの話し方が、うん、でね、結局民主党が言ってることってのは単なる難癖つけてるだけじゃん。そう、あのね、仕事してないよね、うん、ね、そう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 。で民主党だけじゃないんだけど、全て野党と言われてる中でやっぱりね、あの政策法案を出さないで同じことばっかりし、あの例えば甘利さんの話はいまだに言ってるやつがいるじゃん。あとテスト前にさプリント読んだだけでテスト受けに来ないでよみたいな。そうそう、それで突っ込まれたともうひどい議員がいるでしょ。あとひどいのはさ、あの安倍晋三を睡眠障害にさせてやるとかさ、とか変な目標がおかしい、うん、でもう謝罪も何もなくて議事録が炸裂してるとか、なんか分かんないけど、そんなのばっかりだから、民主党の支持率あのぐらいで落ちて、自民党だけ上がってんだよ未だに ね、 そうね、国民は甘利さんのことをさ全然ね、あの悪いと思ってないから支持率上がんない。そうだよね、だって気の毒な人だよ、被害者っていうか。そうだから、歯応えって読めなかったってさ、老眼の人はさそれ読めないのいくらでもいるわけだよ、関係ないってこと分かってない。アナウンサーじゃないからね、別に漢字読めない。一つだけ困ったのは宮崎議員ね、不倫議員ね、子育て、あの、なんだ、あの、産休を議員に持つって、私、子育てしますって、あの、どっかで、あの、お持ち帰りしてたっていう、とんでもね、あれだけはちょっとさ、あの、単なる不倫だったら別にどうでも関係ないんだけど、政治とあれは違うって言いたいんだけど、政治の中でもそういうようなことに対してさ、すごく優等生的発言しててってのはまずかったな、うん、と思いますね。で、今回のポジネガは、本当、ポジネガじゃない、ごめんなさい、困った時って、とにかく民主党ですよ。あと、社民党にしても何にしても、野党連合5党が集まったらみんな韓国人と中国人だってとこだね、うん、あれね、ただの品がないんだね。だから新大久保でよくやるさ、社民党何年結集大会とかさ、日韓友好社民党大会とか、みんな社民党とかそういうのみんな韓国人だから、まず人の話聞かないからね、うん、自分で質問しててさ、それに答えてもらってんのにさ、うん、間でなんかさ、だからね、僕はねこの話をした時に、野党の在り方っていうことは全部反対するんではなくて、例えば行政が変わっちゃった岡田さんとかさ、あの人なんかはよほど悔しい思いをしたわけだから、うん、ね、でそのためにほら人相変わっちゃった、悪人の人相の、あんだけ悪人顔してて、ね、垂れ目の安倍さんのなんか善人顔、ね、え、そういうところを考えたらこれ民主党勝てないじゃん。そうね、イメージがまずね、うん、それで例えば多分野党共闘もできないだろうし、うん、結局また自民党の対象になると思うんだよね、うん、というかそうさせるべきだと思うの皆さんね、うん、で、政治と例えばね、マスコミで、マスコミに対して政府与党がさプレッシャー入れて、ね、圧力かけてて、嘘でしょ、うん、マスコミは野党と共闘して自民党とか政府に圧力かけてる、入れようとしてね、いろんな、そう、だからもう変な話だけどさ、古舘とかさ、ああいうのとかさ、ひどいもんで、うん、だから僕は三国人発言大好きなんだけど、第三国の人間がね、ああやって干渉して日本の国をどうのこうのってのは果たしてどう思うかと思っちゃうんだよ。だから
議員じゃなくて普通に使ってて、例えばテレビなんかでも言ってたんだ、ニュースで、ニュースじゃないか、バラエティ番組かな、うん、日本人と韓国人は海外でも仲良くなるけど中国人はなる、嘘だよ、そんなことはない、嘘嘘、そんなことない、俺たちは海外に住んでて、海外、日本人と韓国人は難しいけど中国人はみんな仲良くなる、中国の方が仲良くなれる、中国は仲良くなれます、打ち解けたら国とか関係なく、うん、人間として付き合えるけど政治関係ないんだよ、そうそうそう、中国はね、だから仲良くなったら仲良くなれる、うん、確かに中国人ってさいい加減だよ、うん、関西人はもっとすごくしたみたいな感じのところあるけど、でも上品な人もいるしね、うん、だから人によるんだけど、まあ中国は俺姉ちゃん覚えてるんだろうけどさ、うん、上海で日食見に行った時に座ってる席にケツ入れてくるおババア、うんね、あのババアに対して席を譲る日本人がいけないんで、俺はケツを弾き出すんだよ、うん、堂々とそうしたらいいだけで、うんうん、主張ね、だから昔から中国ってのは言ってた時に外国人と中国人を差別するっていう考え方があって、飛行機に乗る時も中国人が全部乗ってから外国人を乗せるとか日本人乗せるっていう、それはなぜかって言ったら共産主義で、まあ、お金とかそういうものでさ縛ってるだけで優越意識をどこに持たせるかっていう中国の政策なんだけど、うん、今でもだから飛行機は日本人とか外、まあ、そういうのがね乗らなくても飛んじゃうけど、中国人が乗らない限りはずっと待ってるっていう、だから地方国家でもないしフェアな国家でもないから、ね、中国の政府っていうものたちは俺たちは別に付き合う必要はない、で俺はずっとさヤコママなんかと一緒にさ向こうで中国で取引したけど、まあ、約束通じないから、まあそうかね、うん、だからその約束の通じないそのいい加減さ、約束って別に守る必要ないじゃないっていうのが中国の考え方、うん、でも中国人の中にはそうじゃない人たちもいっぱいいるってことを分かってほしい、打ち解けたら本当に仲良くなれるよね、まあね、打ち解けるまではそう、うん、それでも民族的には日本人ほどの信憑性はないんで、やっぱり日本人って桁違いだからね、そういうところ ね、まあ、そうね、うん、あとその韓国人の持ってる日本人に対する恨みって反っていう文化もひどいから、うん、表面的に仲良くなれてる気がしても仲良くなりきれないから、韓国、そうだね、だから僕はねいつも思うことなんだけど、今この民主党っていうね、要するにさ明らかに日本人を装ってる、うん、要するに第三国の政治家たち、うんうん、やっぱりどういうつもりかは別にしといて、この政治家たちをもう次の参院選と衆議院選で、その次の衆議院選でね、やっぱり合格させない、合格って受からせないような努力を日本人みんなしない、したいよ、うん、だみんなさ、例えばラジオ聞いて分かってほしいことは調べてみな、ネットでも何でも本名出てくるんだから、ね、はっきり言って福島みずほだって、ね、私は日本人ですってけど、あれ大嘘でしょ、うん、当然あれもそうだよ、辻元、ね、あれもそうだし枝野も何もみんなでしょ、枝野さんかまさに連合赤軍じゃない、あれはね中華かくまるだ、うんうん、でね、政治と金って言ってるけど、政治家がお金をもらうのは当たり前なんだよ、そういうところから献金で、どっから集めて日本の国のために使うかっていうのが政治で、うん、そのために前にも何度も話したけど、アメリカなんかは普通にいくらでも個人でももらってその人のために政治をするのは当たり前のこと、うん、だから日本はそれを言っててダメだって言ってる、民主党共産党公明党も含めてなんだけど、どっから金取って考えなさい、うん、ね、民主党なんかはやっぱりさ、そういうようなやっぱり右翼団体、あるいは左翼団体とかそういうところから献金いっぱいもらってんだよ、現金問題、一番問題なのは本当は民主党だと思う。で、共産党終わったら一人の人間に強制的に新聞何十分も買わせて、それで生計立てて、まあ公明党も同じだよな。あと、まあ、仏壇売って、うん、仏壇というのはご本尊って言うんだけど、だからそれが資金になるんだよ。だからそれはいいじゃん、しょうがないんだよ。法律上そういうことをダメだって、きれいこと言ってがおかしいわけだって、もっと明細として献金をどっから出したってことは出さないわけで、ね。だからこのお金はどうやって政治に使ったんですか、新聞一人十分強制的に買わせたからでいいじゃん。いけないってことを言う方がおかしいわけで、うん、そういうのも方法であるってことよ。だからやっぱりね、こんないい加減な今の政治体系の中でね、大阪維新ってのは偉いなと思ったのは、多分自民党と反対する部分もありながらも、やっぱり同じように思うところは協力しようっていう意思がある。それが大事だよね。そう、だからそれこそで自民党に協力するんだったら、お前は与党だとか言ってさ、まあ、岡田がね、岡田ってしょうもないさ、民主党の韓国人政治家が、うん、要するに大阪維新のところに答弁の時間分けてあげないとかさ、自民党からもらった時間帯をみんな野党で分散しなきゃいけないのに、うんうん、大阪維新だけは開けないとかね。なんだそれ。なあ、でも大阪維新は人気があって、分裂した維新の方は 0% に近い支持率だからなくなるだろうね。うんうん、まあそんなわけで、せっかくね選挙参院選が近いから、みんなはちょっとその意識を持って、ね、日本人の議員に入れましょう。あ、共産党はちょっとやめた方がいいと思ってね。民主党の旗見て分かる通り、日本の国旗を解体してるから、あれが民主党の目的だから。いいこと言いましたね最後ね。はい、そんなわけでまだまだ続きます、こんな話ですけど、絶対ね困った時の110番しばらくは政治が続くかな。まだ他のこともあると思いますけど、まあ北朝鮮問題もやったし、いろんなものになりましたが、独立していきたいと思います。ね、はい、みゆちゃんもすごい独立だったので、はい、毒入ってます、すごいですね。はい、それでは。
また来週どうか開きましょう。さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。